こんにちは、絶望とぼらのぶです。では、1054日目、逆足左足でのアウトサイドリフティング連続100回挑戦ということでですね、今日もやっていきたいと思います。それではですね、早速やっていきます。前回は52回かなということで、半分50回いきましたので、今日はですね、まあ60回いければいいかなということでやっていきたいと思います。うん、よし、じゃあちょっと挑戦していきたいと思います。では今から5分間ですね、やっていきたいと思います。うん、あ、どうしよう、6分間にしますか。はい、ということで今から6分間やっていきたいと思います。よし、ではではちょっとね、やっていきたいと思います。頑張ろう。苦しい。53、ああ、前回より1回多くなりましたね。53、
ということで、53回行きました。まあ前回よりも1回だけちょっと多かったんですけど、53回とあと50回がありましたね、1回。いやでもね、50回ぐらいになると結構息がハーハーしちゃって、体力ですよね、ちょっと体力が持たな、ちょっとね、消耗が激しいですね。だけど、まあでもそれをやっていけば、まあ自然と、まあ、体力もつくだろうし、なのでまあ、やっていけばね、体力面は、うまくいくんじゃないのかなと思うし、なので、まあ続けていくしかないですね。うん。なのでまあ、でも今日は本当に、まあまあ良かったと思います。まあ、蹴った瞬間にすぐに足を下ろすということと、まあ、軸足もやっぱりこう棒立ちにならないで、こうなんかこう距離を調整していくっていう意識をしただけでもやっぱりうまくいきました。であとはね、やっぱりボールを上に上げるっていう意識と、頭ぐらいの高さまで上げる意識、あとボールを蹴る瞬間、ミートするタイミングを平らにするってとこ、いろんなこう意識を持ってやらないとなかなか100回いかないかなと思いました。なのでそういった、いろんな意識を持ちながら、いかにこうずっとやっていけるかっていうとこがポイントなんじゃないかなと思いました。まあでも確実に成長してると思うし、うん、きっとねできると思うので、まあ、継続してやっていきたいと思います。では、今日はこれでおしまいにしたいと思います。まあ、今日一日、まあ、自分も一生懸命全力で取り組んでいきたいと思います。ということで、まあ、人生限りある時間しかないので、やっぱりね思い切って、うん、考えて行動していきたいなと思います。では、今日はこれでおしまいしたいと思います。ありがとうございました。またお会いしましょう。失礼します。